ブレビスはトヨタ自動車が2001年6月から2007年6月まで製造・販売していたセダン型の乗用車。小さな高級車と謳われたプログレの姉妹車として2001年6月4日に発表。極めて保守的なエクステリアインテリアであったプログレに対してブレビスはアクティブエレガンスをキャッチコピーに躍動感と若々しさをアピールしており、 全長プラス 40mm、全幅プラス 20mm、全高をプラス15から 25mm と、サイズもやや拡大されている。エクステリアは3代目セルシオを彷彿とさせるダイナミックなもので、抑揚のあるフードバルジ、立体感を意識したリアコンビランプ、ハイローには薄いゴールドリングをアクセントに配した丸型3連、ヘッドランプなどのほか、 全車標準装備のアルミホイールは、プログレの15インチに対しクローム長16インチとなり、さらにオプションや特別使用車では17インチも選択可能であった。インテリアにおいても、運転席周りは、球体依然としたプログレと大きく異なり、アクセントとして、オプティトロンメーターとデジタルクロックの背景に、ガラスグリーン照明が配され、本アルミ素材のセンタークラスターオーディオパネル、 ゲート式セレクターを採用した。標準装備ないしオプション装備としては、エレクトロマルチビジョン、ナビ AI シフト制御付けカーナビゲーション、レーダー、低速クルーズコントロール、高性能オーディオ、本革シート、ムーンルーフ、電動シートランバーサポート、電動リアサンシェード、ブラインドコーナーモニター、ディスチャージヘッドランプ、ヒーター付けレインクリアリングミラー、フルコンシールドワイパー、 室内イルミネーションのほか、乗用車では、世界初となる、純正 5.1CH 対応の DVD システムや、ドライバーに合わせて、シートの前後上下位置やスターリング位置のみならず、両ペダルの前後位置まで設定できる、パーソナルドライビングポジションシステムなどクラスを超えた、先進的な装備であり、特に、パワーアジャスタブルペダルは、日本車のみならず、世界的にも珍しいものであった。 エンジンは、プログレコーキ型と同様に、直列6気筒に JZ フス排気量 3000cc 内いし 1JZ フス 2500cc、自然吸気直噴ガソリンエンジンを搭載。駆動方式は FR。安全装備はイブド付け ABS、VSC、TRC を全車全グレードに、また全席サイドエアバック、全後席、カーテンエアバッグは I300 が、 標準装備 i250i250 方にオプション設定された。製造は愛知県豊田市の元町工場。しかしながら2007年6月販売不振、車種整理の対象とされたため販売終了。6年の歴史に幕を下ろした。要因として保守的すぎたエクステリアインテリアのほか 同クラスの他の FR セダンとの差別化が図れず、サイズの割にコストがかかり高額であったこと、当時は小さな高級車が受け入れられなかったことが挙げられる。プログレともども事実上の後継者はサイであり、また本来の目標であった D セグメントないし、プレミアム C セグメント相当であるメルセデスベンツ C クラスや BMW3 シリーズに対抗するプレミアムコンパクトとしては、 レクサスブランドのイズが該当する。販売店舗はトヨタ店であった。英語で勇敢を意味するブレイブから取られた造語。フロントのエンブレムは勇敢さの象徴たるライオンを B の字にかたどったものだが、右向きの動物は文章学上演技が良くないため、左向きとなっている。デアゴスティーニジャパン、週刊日本の名車第34号5ページより、 1998年5月14日発表2001年4月11日マイナーチェンジトヨペット店販売 4WD は15インチ元はアルテッツァ用及び11代目クラウンアスリート用プログレは9年2003年にクラウンが0クラウンこと12代目に2004年にマーク2がマーク X に2005年にアリストとアルテッツァが レクサスブランドの GS とイズにそれぞれモデルチェンジした。これらはプラットフォームの刷新に加えエンジンを時期録の JZK から V6 のグレーン系へ転換しデザインも大幅に若返りを図るなどの大変革を行った。ブレビスの新車価格は11代目クラウンロイヤルと同等であった。エレガンスパッケージを除く。エレガンスパッケージを除く。 ブルビスのカタログ、リクルート株式会社、2020年1月14日閲覧、ありがとうございます。